ろうとエゴを出したのです。南極資料の展示では、隊員と共に活躍した今はなき空手の戦士たち、その厳しい自然のもとに耐え抜いた意識を支えながら、そのたくましさを学び、郷土に生きる青少年に大いなる価値を期待しながら、さらに数々の資料を揃え、皆様に南極観測の歴史と、小型雪上車、あ、いすずなんですね。うわぁ、すごいなぁ。ああ、そうそうそう。プレハブね。日本初のプレハブはこの南極のあれだったんだな。うわぁ。これ暖房とかなかったのかな。なかったんでしょうね、これね。吹きっさらしだもんな、これ。あ、太郎次郎ね。太郎次郎。建物は第10次南極遠投隊員が使用した談話室。これ入れんのかな。入っちゃいけない。入ってどうぞって書いて、あ、いいのか、いいんですね。よしよしよし。こんにちは。そうそうそう、なんかね、楽しみがないから、こういうなんかね、こういうことをして楽しむしかないらしいんですよ。そう、なんか本で読んだんだけど。要は最初の頃女性がいなかったから、お酒飲む時にこうやってね、隊員が女装して、いわゆるそのね、お酒、接待を伴う店ありますよね、お酒を出して、それをやったっていうね。そう面白いらしいですよね。それぐらいしか楽しみがないらしいですよ。凍っちゃってんだ。凍っちゃってますね、後ろ。なんかね、で、そう、風呂の水をね、変えられないから、水がすごい貴重だから、なんかね、すごいドロドロの水の中で釣ってましたね。そう、調理風景、すごいな、これも。うわぁ、うわぁって感じですよね、これね。今は多分女性の人いるからね、あれだけど、多分昔はこういうね、許されたんですよね、こういう、おそらく、ひとときのね、安らぎみたいな。冷凍庫があるんだ。風呂は週に、あ、1回、1、2回、年齢順に入った。暖房は。界隈大根の収穫。そうそうそう。あれがないらしいね。野菜取れないから。ディーゼル発電機。面白いなこれ。トイレは、設計でもこれは難しい大問題でした。実際は当の建物だけで現地作った。海に返しました。海に返しましたというかね流していたでしょうね。現代では新幹線同様の循環式水洗トイレになった。
ナリアで。なるほど、一酸化炭素中毒の危険が高くなるからカナリア飼って、カナリア死んだらやべえぞってやってたと。幸いなことにカナリアの符を聞かずに済みました。よかったですね。最初の個室、これ立ち入り禁止なんですか。あ、なるほど、こういうところで、寝台列車みたいなもんだな、広さ。寝台列車より広いか。壁の断面です。あ、こんな壁が、あれ木なの、木なんだ、木なんですね。これだけの木を重ねて、鉄じゃないんだ、これ木なのか。木のがやっぱ断熱性高いのかな。うん、木ですね、木だ。この辺は鉄骨、鉄骨というかだけど、木なのか、知らなかったわ、それは。また一つちょっと勉強になったな、これ。これだ、こんなに張り合わせて、木を、こうして断熱してた。ピラミッド型テント、営業中か、営業中の営業中のアデリーペンギンじゃない。ああ、こういう入れ物に入れて、まあ、ここよくある入れ物。いやいや、面白いな。やっぱり何といっても一番面白いのこれですよね。これはね、いいですよ、これ。いうのなんだこれ、3人組で、これ多分あれだな、キャンディーズの真似とかしてんでしょうね、これね。というわけで、というわけで、というわけで、で、そう、こういう人たちね、こんなことやってるけど、要は南極越冬隊に行くぐらいだから、めちゃめちゃ頭いい人たちらしいんですよね。あの、本当に東大の理工学部とかで、そういう人がこういうふうにね、はっちゃけざるを得ないってね、やっぱこれがいいですよね。この